先ほどから再び雨が降り始めました。球磨川の水かさも昨日よりも増し、川の流れも速くなっています。明け方ごろ、県内には発達した雨雲がかかり、雨足が強まりました。小国町です。先ほどから地面を叩きつけるような激しい雨が降っています。降り始めからの雨の量は湯前町横谷で482ミリ、朝霧町や南阿蘇村でも350ミリを超えています。玉名市では大雨の影響とみられる倒木が、高圧電線に引っかかって電柱が倒れ、広域農道が通行止めとなるなど、道路や交通機関への影響も出ました。